座った感じはどうですか？違いあります？こっちの方が硬い気がします。あ、シート、シートが。あ、したらこっちからも 出られるんで。はい、左行きますか。あれですか、バネサスの方が良かったんですか。バネの方。ああ。うん、大丈夫ですよ。で、左行きますか。はい。しばらくじゃあ、はい、ノーマルで乗って。すぐ帰っちゃうんですか。もうすぐ帰あれ、車庫帳とかはもう、車庫帳、ホイールも買って、車庫帳もこれから買います。おお。ホイール何入れるんですか。ホイールは名前忘れちゃった。あ、もう同じような感じですか。あれとまた違う、はい、ちょっと違うやつ。へえの方は、あれ車庫帳だったんですか。ダウンサス。ダウンサス。あ、なるほどね。どうですか、少し乗ってみて。いいですね、はい、20だと19インチとかですか、買ったのホイールは。18ですか。18。うん、30と比べてどうですか。違いとかあります。なんかこっちの方が重い感じがします。あー、なるほど。そのアクセル踏んだ時、排気量が違うね、ちょっとね、はい、違うんでね、そのあたりかなと。でもなんとなく予想通りですか。はい。ああ。カスタムをじゃあ締まり中心にやるような感じですか。エアロとかつけない。見てあ、つける予定ですね。まだ分かん
わかんないですね。すごい綺麗ですね。肘掛けなんかもね、だって仕様ないですもんね。の感じとかも違います？やっぱりそんなに違わないですか？大満足ですか？満足です。おー、よかった。段差もいいですね、ソフトで。